ラなんでね、最初ちょっと見にくかったり、ちょっと電波状態が悪いと見ね、映らないとかあります。ご了承ください。ここまで引っ張っても大丈夫かな。ここがフルパワー、でね、こっち画面切り替わって運転している列車外から見た映像になります。はい、鉄橋を渡って山の左手側奥に向かってずっと走っていきます。ジョラムの中でね、一周大きく回っていきます。でね、今フルパワーで走っても110キロぐらいのイメージね。ちょっと全部戻してみようか。はい、戻しても急に止まらないですね。自転車でいうとペダル漕ぐのやめた状態で惰性走行に切り替えます。このままだとどんどんスピード落ちてくるんで、はい、また引っ張って、はい、そしたら速くなります、ね、スピード調整、こっちのハンドルでね、やっていきましょう。で、列車一番ね、向こう正面、新幹線の駅の高架下のところ、京都タワーなる街並みの方まで行ってます。はい、このね、トンネルみたいなところに橋が見えてきました。これジオラマ真ん中のね、あの橋の裏側が映ってるんで、はい、全部戻してみます。この後駅に止まる操作ね、スピード落としていきます。そうそう、ブレーキもぐーっとかけて白まで回していきますか、ね、どんどんこうやってね、スピード落ちていきます。で、このジリジリと音が鳴ったら駅近づいたり、ず余裕があったらこのボタンを押してみましょう、ね、駅で止まりますか。はい、ブレーキこっちにやってみます、ね、そしたらブレーキの強さ緩みますね。あとはその白と青の間で調整していきましょう。はい、ホーム見えてきました。ちょっとスピード落としすぎたな。こっちのハンドル2段ほど引っ張ってみて、本当はね、このホームの端っこ60キロぐらいの、ね、スピードで、ね、入っても大丈夫ですからね、そう、戻して、あとはブレーキ操作、ね、して止めていきましょう。はい、止まる位置ね、ホームの真ん中、これで一番前の方まで行きます。ちょうど隣のブルートレインのね、後ろ越えたあたりにね、カメラを置いてます。線路と線路の間の黒い丸、ここ目安に止めてみよう。はい、ブレーキここまで入れてみて、こっちの画面のね、この辺で止まります、ね、この黒い丸のところになります。で、もし止まりきれなかったら非常ブレーキのね、赤いマークの方までギュッと押し込んで止めてみてください。最初一発目だからね、失敗しても大丈夫だよ、ね、ちょっと途中で止まるかな、それはそれでも大丈夫だよ。戻してブレーキかけて、一番奥までやったら OK、 一番奥まで OK です。